白い花の上で羽を休めているのは、長い距離を飛ぶことから旅する蝶とも呼ばれているアサギマダラです。呉市の軽河海浜公園では、秋の七草の一つ藤若葉の蜜を求めてアサギマダラがやってきます。この公園では地元住民や女性会がアサギマダラを通じて地域を盛り上げようと、今年の春に藤若葉の苗を植えました。花が咲いた今月上旬から蝶が姿を見せ、今は10匹ほどが確認できるということです。ここに植えたら大人も子供も楽しめるね、いい場所になってなってるんだけど、またさらにね、上昇教育にいいんじゃないかなと思って、学びながら憩える場所、最高だと思います。アサギマダラは今月末頃まで見ることができるということです。